走するのも難しい、そんな天候になっているかもしれません。9時半、朝の9時30分のスタートでした。現在は11時22分まで時計の針は進んで、気温もぐんぐんと上昇しています。この後増田さん、35キロ地点からその海沿いの周回コースを終えまして市街地に入っていきます。そこからはこうやって直線コースではありません。道も細くなります。そしてカーブも多くなります。その中で選手たちがどういう思いでいるのか、スパートとかしにくくなりますよね、市街地に入ると。で、中には石畳の道もありますので、あの位置取りも難しくなりますし、そういうのを嫌う選手は市街地に入る前にスパートを考えているかもしれません。